大きめのレストランとかモールの中のレストランじゃないとまだまだフィリピン使えないところが多いかなと。ローカルのレストランだと使えないところも意外だったりする。まあ、現金主義っていうんですかね。まあ、日本も現金先進国の中では現金主義なんですけども、フィリピンまだまだ使えないところが多いかなと思います。これもちろんこれから増えてくると思いますね。なので逆に言うとカードが使えるような店だったら、そういう変な心配も、まあ、偽札が回ってくるとかですね、そういう心配もないので、いいかなと思います。まあ、JCB はですね、使えない場所も意外とあったりするので、できればビザかマスターを持たれるといいかなと思います。ビザ、マスターとかアメックスとかですね、まあ、グローバルで、通用する方がいいかなと思います。JCB も東南アジア使えるところは結構あるんですけれども、まだまだやっぱビザ、マスターよりは少ないかなと思いますね。なので、カードはすごく重要ですね。あと、個人的にデビットカード持っておくと、すぐに口座から、日本の口座から現地の通貨で引き出せるので、便利かなと思います。